お花紙を使って作るミニポインセチアです。赤と緑のお花紙、ツルツルの方を上にして、緑、赤の順に重ねます。これを2つに折って切ります。ハサミで切ってもいいし、ペーパーナイフなどを使っても構いませんが、物差しを当てて、こんな風に破り取ることもできます。この2枚を重ねたまま折っていきます。赤い方が内側になるようにして半分。開いてその折り目に合わせて半分。八つ折りの屏風折りにしたいので、こんな風にして折っていっていきます。開いてまた同じようにして半分。手前に返して、そして折っていくと、きれいな屏風折りができます。これを真ん中で切ります。さらに2つに折ったら、この部分を三角に切り落とします。折り目の真ん中のところをホッチキスで留めて、開いていきます。赤いお花紙と緑のお花紙を2つに分けて、左右に広げていきます。根元までしっかり広げましょう。片方ができたら、もう片方も同じようにします。左右にしっかりと広げます。赤と緑に分かれたら、緑の方を下にして、赤い方の真ん中をギュッと押して、ポインセチアの形の出来上がりです。今度は黄色を使って真ん中の部分を作ります。細く裂いて、それをさらに細かく切ります。液体のりを人差し指と親指の腹につけます。これでつまむようにして黄色のお花紙を丸めていきます。指がサラサラになってきれいに丸まったら出来上がりです。これを先ほどのポインセチアの形の真ん中に貼っていきます。水のりを押さえるようにつけたら、3つぐらい真ん中にのせます。
これで完成しました。ミニサイズなのでたくさん作っていろいろなところに飾ってみましょう。リースを飾るにもぴったりの大きさです。